書くのって一番最後にやるものじゃないんで、はい、対策間に合いそうだからやろうかなっていうところから順に仕上げていく。特定の分野だけを対策する、うん、一個ずつ終わらせることですね。当日の本にも書いてたんですよ。今回始まりましたモテチャンネルです。さあ今回ですね、あ、中村先生おいでいただきました。はい、中村先生よろしくお願いいたします。中村先生、さあ今回なんですけどもですね、はい、直前期って過去問だけやりゃいいの、ね、ああなるほど、はい、質問待機聞き待機です。はい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 。どうなんですか、うん、まあそれだけで合格点取れんならそれが一番いいかなと思いますね、うん、まあ、だいたいみんな取れないから問題なわけで、はい、そうですね、はい、結構多いじゃないですか、何年分やればいいですかっていう謎の質問、はい、そんな数字出せねえよ多分その質問してるんで解いてないと思うんですよね。だって何年分解いたら自分は合格点取れるだろうかなんていうのを解いてみたらそんなの分かんねえわって分かるじゃないですか。そうそうそう、はい、分かんないです、その通りですよ。分かるわけないですし、はい、しかも結構あるのがいろんな過去問がっつり手に入れて、すごい昔の手に入れて、で昔のからやってんですって言って直近のものまで間に合わなくて本番に臨むとって人も多いんですよね。まあ、だから浪人生とかが結構それ言ってくるんですね、去年間に合わなかったんですよ、何をやってたんだっていうのがあるんですけど、じゃあもし過去問だけで無理だって人はどうしたらいいですか。いや、まずそれを発覚させるために過去問やるべきですね。ああなるほど。要するに過去問って何のためにやるかって言ったら、今自分がその志望校の傾向とかレベルに合わせた時に何ができないのか把握するためなんですよね、うんうん、そうですね、その通りです。だから逆に結構質問とかに聞かれるんですけど、なんか最後の1年分前日とかに解いてもいいですかみたいな言いますじゃないですか。え、それできなかったらどうすんのって思うんですよね、はい、本当に言いますよね、そういう人ね。対策する気なくて最後の練習としてやるとかまだ分かるんですけど、うん、できなかった時に何か対策したいなら絶対その時に残しちゃダメでしょって話。本当そうです、うん、それでその1年分でね全然形式変わってたりしたらどうすんだって最新傾向にねいきなり前日出会うとかだったらやばいじゃないですかね、はい、なのでまず大事なのは解いてみて、まあ、パーセンテージが出てきますよね、うん、何問中何問当たりましたみたいな、うん、で、まあ、合格最低点とか、まあ、目標通の点数あるじゃないですか、はい、で、まあ、その差をこうまず見るわけですよ。例えば7割目標で、まあ、4割しか取れないぞみたいな。でもいきなり3割は上げられないじゃないですか、そこからですね。だから刻んでいかなきゃいけないわけですね、うん、そうすると何を上げればいいのかって話が出てきて、じゃあ例えばじゃあ英語だったら、まあ、長文が自分はめっちゃ落としてるとか文法の正誤問題がやばいぞとか、まあ、出てくるわけじゃないですか。で1個潰すと、まあ、5点から10点上がるみたいな、うん、でそんな感じで多分なっていくと思うんで、まあ、だからこれができてない、これができてない、これができてないってこうどんどんリストアップしていって、いやだけどこの中でこれは無理だろうとそもそもっていうところは後回しにして、まあ、なんとか対策間に合いそうだからやろうかなっていうところから順に仕上げていくみたいな。なるほどなるほど、はい、確かにそれは重要ですね。やっぱ参考書を足していった方がいいって感じですかね。いや、これ解決策としては、うん、今までの参考書を復習すればなんとかなるケースと、おお、なるほど、なんか追加しないとダメっていうケースと、うん、過去問やりまくってればなんとかなるっていうケースが、なるほど、3つあるわけですね。そう、あとは捨てる問題、これ無理だろっていう、うん、このまあ大きく4つに分かれるんですけど、まずはその今までの参考書のやり方、自分の勉強法の問題でうまく解けてないような問題は、まあ、さっさと潰したいわけですね、うん、これ一番時間かかんないんで。で次に、まあ、英作文とかみたいにその追加しないで無理みたいなやつをやっていく、はいはいはい、で過去問やってればなんとかなるやつは、まあ、後回しでもいいのかなっていう感じですかね、うん、追加がいらないんで、うん、はい、なるほど、はい、じゃあ追加していく上でやっぱ英作文がやっぱ一番英語だったですね、はい、まあそうですね、実際指導の現場でも多分森田先生文法とかは最悪過去問でもなんとかできると思うけど、英作文さすがに過去問だけでやれって無茶ぶりじゃないですか。そうですね、はい、まあ本当に1問しか出てないことがほとんどですしね、はい、その年に本当にその通りだと思うんですけど、まあ、リスニング英作文あたりは辛いんじゃないですか。まあ採点基準がある和訳もちょっと辛いかなとは思うんですけど、うん、そんな時どんなの進めてます。いや、それこそまあ英作文だったら武田さんだったらハイパートレーニングってやつなんですけど、はい、まあ、あと有名なところは例えばドラゴンイングリッシュとか、あ、はいはいはい、まあ、この間関先生が出したポラリスとか、あ、そうですね、ポラリスの作品出てますので、はい、あとはリスニングのプラチナルールの時田先生が出してるトランスフォームっていう、あれもちょっとめっちゃ出てますけど、はいはいはい、おー、はい、トランスフォーム出ましたね、はい、ついさっきまでメッセージしていただいてましたけど、時田先生の、はい、まあ、あのあたりとか結構使っている人が多いんじゃないかなとは。なるほど、ね、で和訳は実はそんなないんですよね、はい、あ、ほうほうほう、うちの生徒使っての英文和訳演習って、あの、うん、伊藤和夫先生の昔から、ね、はい、伝統の一冊ですけど、うん、和訳特化の本って意外と少ないんですよね。そうですね、はい、なかなかないですよね、はい、なので、まあ、あれが一番いいかなっていう感じですかね、うん、コメント欄にも来てました。
ましたよね、前と国公立用のやつ、キャンパスですか、あ、そうですよ、はい、キャンパスをやるべきですからみたいな、はい、まあ、あれは過去問の代わりですからね、過去問って国公立だと、私立は多学部も結構あるから、同じ大学の問題めっちゃやろうと思えばやるんですけど、はい、国立って基本的に1個しかないわけじゃないですか、うん、だからすぐ終わっちゃうから、まあ、その前に演習挟む、まあ、いわゆる電話帳っていう全国大学入試の正解とかをやる代わりに、キャンパスとかをやるようなイメージですね。なるほど、はい。他教科だとどうですか？他教科だと、例えば社会の論述とか、はい、 あ、 そうですね、あとは近現代史とかみたいに、うん、テーマ式は社会なんかをやることありますし、まあ、あと公民なんかだと時事問題だったりとか、はいはいはい、ですかね。数学なんかのとか理科だと特定の分野だけを対策する、うんうん、例えば確率弱いから確率を追加でやろうとか、この入試は微分積分絶対1問出るみたいな、言わせたらそこだけちょっと1ランク高いやつやるとか、うんうん、まあ、そういう感じでやっていく、まあ、例えばあとは科学だったら有機化学に特化した問題集を使ってやっておくとか、そんな感じですかね、はい、なるほど、そうやってやっていけばいいわけなんですね、はい、で、あとコツが1個あって、はい、1個ずつ終わらせることですね。お、要するにさっきちょっとリストアップするって話だったと思うんですけど、うん、じゃあ例えばじゃあやんなきゃいけないから5個出てきましたと、うん、5個同時にやるなと、うんうん、なんでかって言ったら全部終わるか分かんないからですね。そうですね、はい、まあ、多くても2つぐらいで、まあ、順番に仕上げていって、仕上げたら囲っといて本当に得意になったら確かめなさいと、うんうんうん、はい、でそれで、あ、じゃあ例えば 40% だったのが 50% になったなって思ったら、うんうん、次のまた新しいやつを片付けていくみたいな風にやっていかないと、全部中途半端で結局全部点にならないのが一番怖いっていう、確かにそうですね、はい、中村先生自体センター受けた時とかそんな感じでやってた、はい、僕はもうだって当日に勉強してたんで、問題書買って、当日に本屋に買いに行ったんですごっ。これ結構でもセンターとか共通テスト割と有効な手段なんですよね。例えばその自分の科学とか物理とか社会とかで、うん、不安な範囲が分かってると、はい、科学の有機化学が不安だって言ったら、はい、有機化学の問題だけを共通テストの予想問題とかでそこだけ解きまくれば、モーラーできちゃうんですよね。わー、なるほど、確かに。だから割と共通テストなんかは直前のドーピングが効く、うん、そうですね、試験なんですよ、前日とかでも。だからそういうやり方は割とありですけどね、はい、もうそう、カブス勇気からできるようになったっていうとんでもない一番最後のところからできるようになって、はい、でそこでやっとできるようになったんで戻って潰していきましたね。勇気ができて向きが分かるようになって、で理論、はい、やってったんですけど、そっち順番通り潰していって、センター試験の過去問で、はい、そこだけまとまってるやつみたいなんで潰していきましたね。もうあとは逆にその捨てるところを決めてやってた感じですかね。おお、ここは正直取れなくてもいいだと思ったよりこんなもんだしみたいな感じで、最初から何の対策もしなかったですね。いや、なんか変に対策すると解けそうとか解きたいって思っちゃって、未練が残って時間を無駄に使うなと思ったから、もう捨てると決めたら完全に捨てろっていう、もう未練を残さないと、それ以外の戻りに時間をフルに使い切ってもう得点稼ぎに行けという感じでやってました。はい、世界史とかもね、ここやってなかったとか来たら、こう、こうってなりますね。もうそこは4分の1に頼れっていう。なるほど。他で取り切れば、運が良ければ点数上乗せできるぐらいの感覚で、目標点を取ることを最優先に考える。まあ、ここは絶対してくださいね。クーラーにしたらもったいないですから、なんか書いてるとか。なるほど。じゃあ、まずは過去問やって、はい、そこに気がつくことですね。はい、だから過去問だけやってればいいっていう人は、多分過去問の役割をおそらく誤解していて、過去問って一番最後にやるものじゃないんですよ、はいはい、一番最後にやるものを決めるためのものなんです。なるほど。お、これ名言出ましたね。合格言ですね。そうですね、はい、やっぱりその過去問やり込んでる人が分かると思うんですよね。だから過去問最後って人って過去問1回しか解かないとか、はいはい、100点取ったら終わりみたいな感覚になりがちなんですけど、はいはいはい、それじゃなくて、うん、解けてないとこどこなのっていう、それを把握するためのものって感じなんで。なるほど。いや、これは役だったんじゃないですか。あ、そうだったのかって、はい、これなんとかしなきゃ、変えなきゃって思った人も出てきたんじゃないかなと思いますね、はい、いや、よかったです。今回合格ゲームを飛び出しましたなんかまたこれが流行ると面白いですね合格ゲーム、ぜひぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、中村先生、おいでいただきました、はい、ありがとうございます。